今日はもともと設定も10時ぴったりくらい家に帰るじゃないと思って、でもいつも遅くなっちゃうから、まあいいやって思って10時5分にしました。なんか時間ちょっと読めなくて、何時家に帰れるか。なぜかというと、あの乗り換えね、ちょっとめんどくさくなっちゃって、のと頭冷やしたくて1時間くらい歩いてました。1時間くらいかな乗り換えのところで。ちょっと本当に考えるだけでムカついてることがあってチッってなって歩いて帰った。聞く？私が本当にムカついたことがあったのね。頭冷えすぎな、頭よりも手がめっちゃ冷えてて、あ、そう、最寄り駅じゃない、全然最寄り駅の最寄り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 駅くらい。聞きます？なんかね、今日ちょっとお仕事みたいなしたんだけど、マネージャーさんに昨日どうだったって聞かれて、珍しく私の AKB の活動興味あるなって、超珍しいと思って、昨日はまあでもたくさんの方が会いに来てくださってて、最後もね卒業セレモニーしてくださって、なんか自分もなんか別にさよならっていう気持ちではなくて、またすぐ会えるだろう、まあ、テントは閉めてなかった子はみたいな、なんかすごいファンの方もたくさん笑顔してくださって、あの卒業セレモニーでも、卒業セレモニーの時に初めてちょっと本当に寂しくなったんですけど、あのこれからのことがね、ファンの方も楽しみにしてくださってるのでの話をして、うんって、夜は？あ、それ、ここの話、夜は？配信しましたよ、ちゃんと配信してファンの方と話をしてましたって言ったら、なんかね、誰かと会ってない？会ってないんです。ん？あ、は？って思って、はい、家に帰って2時間くらい配信してました。今日これ終わったら誰かと会う？今日も配信します、なんかって言ったらね、向こうがなんかこの先どうするみたいな顔してて、それめっちゃムカついて、めっちゃムカつくんだけど、って思って、私のこの私のこと心配するより来月のスケジュールはって思って、来月最初の2週間休みだけどね、こっちは。で本当にめちゃムカついてて、それより来月のスケジュールは、まあ家に行ってもパン書くけど、来月のスケジュール数日間しかお仕事ないけどこっちは、って本当にムカついてて、うーってなって、なんか心配してくれてるかどうか分からんけど見てないと思って言うけど、自分もオフィスに行ったんじゃないかって思ってムカついてて、めちゃめちゃムカついてて、それはムカついていい、本当だよね。
ムカついてて、もう頭冷やしたくね、冷やしたくて歩いて帰りました。来年いつでもクリスマスは絶対お仕事しない。めっちゃムカついた本当に。サトルさんから星様ありがとうございます。あ、ワイマズさんからいいねありがとうございます。出てます、この配信見ていいかも。あ、うん、大丈夫、もう大丈夫、見てもいい、どうぞ。本当にめちゃムカついててもうふわ、家で一人でいるのとどっちがいいのか。いや、家での方が、家にいる方がまだいいけど、そう、やっぱか爆発しろ案件。マネージャーさん解けろ。本当にムカつく。笑ってるけど歩きながら、あー、イライラする、イライラする、めっちゃイライラする。え、誰かと会ってない、どういうこと、あー、イライラする、あー、やだやだやだって帰りました。完全に忘れたっていうか、そもそもさ、クリスマスって家族と一緒に過ごす日なの、本当は。ここだけなの。怒りで寒くなくてよかったじゃん。道時間歩いちゃったからちょっと寒い。うん、安心して、マジで自分で言うのもあれなんだけど、自分で言う人がなかなかいないんだけど、ガチで安心安全のマチャリンです。うん、うん、言ってまだアイドルだし、まあね、アイドルだしって言ったら、あの、この前ね、親が来ててなんかね、シェーディングね、ちょっと固まっちゃって、なんかちょっと黒くなったのね。で、おとんが何くん、なんか汚いとかうーってやって、もうちょっと優しくしてよ、アイドルの顔だぞって言ったら鼻で笑われた。アイドルの顔ってなんて笑われて、もう本当にひどい、本当にひどいよ。あ、多分いつもそんな感じかな。うん、そんな感じ、うん、うん、全然。みんな扱いさつ笑。うん、アイドルはシーディングでほべ黒くせんのよ。なんかね、なんかわかんない、なんか汚いって言われて、うーってやられて、優しくしてや。うん、マチャリンでいじられキャラなんだね、家族の中では。これいじられるキャラってこと？うん、そうでもなくない？いじられる、いじられたわけでもなくない？親子だな。ね、親子だなっていうかね。あ、昨日の話、昨日、机の話、もう一度見たのね。あれ携帯じゃなかった、モバイルバッテリーだった。あー、じゃあなおさら本当におとんの足守ったのね。あー、その分俺がいじられるのか。どういうこと？あ、そういうことか。
そうだね、いいっすね。でもね、私の机や、うん、本当に救急車呼ぶかと思って、本当に、でも本当になんか、なんだっけ、本当に落ちたら、怪我したら救急車レベルだよみたいなこと言われた。机ね、本当に、うわ、昨日の机の話題ね、机、はあ、机の、まあ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 、それでおとんが守られたら、音の足ね、マジリン同様前向きな音、私の机よ本当に、うわ、身代わりね、マジャにはいろんな出来事に落ち考えてるの。え、例えば、え、そうでもなくないそうでもなくない、え、どういうこと、エピソードって話、どの話も面白い、嬉しい。なんかね、今日もね、昔お世話になった方と会ったんだけど、それもすっごい褒めてくださって、マジャリ本当に面白いって言ってくださってて、それ嬉しい。エピソード面白いのは分かる。本当、なんでマジャリは玄関で配信してるの、寒くないの。毎回説明するんですけど、私家に帰ったら全身除菌するんですけど、お風呂に入るか全身着替えるか、基本家に帰ってそのまんまそのままお風呂に入りたいけど、お風呂に入ったら配信する時間は短くなっちゃうし、もうメイク落としたらもう配信したくないので、いつも着替えて配信するんだけど、でもそれだったら玄関で配信して終わったらそのまま抜いてお風呂場行くのは一番楽です。うん、だから玄関配信の方が私にとって楽ですし、コート着ててあったかい。なんかね、でも今日寒すぎてマフラーとかつけてなかったから、こんな感じで帰った。1時間歩いたもん、あ、寒いなと思いながら1時間歩いてて、本当にムカつくムカつくムカつくって思ってムカついてて、この後も配信するって言われて、そうです、何百人何千人は私の配信待ってくれてるっすけどって言って、みんな待ってくれてるんですけどって、もう本当にムカついてためっちゃムカつくでもね、本当に普通にね、今日なんか人多いな、月曜日なのに人多いな、カップルなんでこんなに多いの、え、イルミネーション、あーあー、そうっすか、あ、なるほどね、あーあーって思い出した全然関係ないそうね、あ、人が多すぎて世の中がこんな、みんなね、キラキラしてる日過ごしてるところでお仕事しててみたいなこと言われて、いや言われてないけど、いやでもそもそもさ、クリスマスって
家族と一緒に過ごす日です。そもそもさ、この国がおかしいだけって言ったんだけど、ここの中で言いました。ムカついてて本当にもうどうかうーってなった。という話だった。昨日めちゃ多かった。昨日幕張しか行ってないから分からん。今日の場所はね、めっちゃめちゃ近くに、もう本当に隣にイルミネーションスポットみたいな、本当にキラキラしてて人がブワーっていたからね。初詣も多いと思うよ、カップル。本当？初詣カップル多いの？私あんまりちゃんと1日に初詣行ったのは1回しかないかもしれない。ちょっとでもね、全然なんか予定ない、何も予定ない。イルミネーションの話したら、全然全く関係ない話してもいい？本当に全く関係ない話してもいいんですか？イルミネーションって見たら、イルミナスの忘年会のことを思い出してて本当に関係ない話した。28日イルミナス忘年会があるんですけれどもあ、チケットまだちょっと残ってるらしいよ。まだ会えるんです。だからそれこそ昨日のね、最後の握手会さよならとかみたいなんじゃなくて、まだ4日後ね、4日後の忘年会行くねとか、なんか普通に宣伝につながつなげるのうまいだね。あざす。そうだね、普通に、なんだろう、あれよ、なんだっけ、普通に4日後まだ忘年会行くねって、ありがとう、またね、また来週みたいな店長の人もいるしなんかその昨日の最後の握手会って言っても、その本当にさよなら、今までありがとうねって感じじゃない。なんかね、本当に通りすかりの方が今までありがとうって言ってくれるのが2人くらいだけ。他あずきたちは結構あずきたち、なんかね、でもね、やっぱね、寂しいって思ってくれてる方もいるけど、さっきみたいな、でも私は配信派だからあまり影響ないかもしれないみたいなこと言ってくれた方だったり、また来週ね、忘年会行くねって、おお、じゃあまた4日後ねって言ってる方もいたり結構笑顔だったのね。あ、寂しいよ。かわいいそっか、そうだね、そうだね。まあ、忘年会の話してもいいんですかなんと X でイルミナス王、なんかね、なんか実際何するのか全く知らないんですよ。なんかイルミナスの忘年会だから、イルミナスのいろんな作品とか振り返るかな、わかんないけど、本当にわかんないんですけど、台本もまだもらってないし、あるかな、あるかな、わかんないけど、イルミナス王、イルミナス王、イルミナス王の称号で、なんかイルミナスターの、なんだっけ、待って、その文ちゃんと見てなかった、ね、イルミナス王なんだっけ、イルミナスター決定戦勇者は、年パスって何、年パス何がある、イルミナスでどういう意味、事務所
事務所検索したら、あ、ぜひ X 見てください、検索しながら出てくると思うんですけど、イルミナスをで、イルミナスターという称号をあげますみたいな、ちょっと待って待って待って、イルミナス王でイルミナスターの称号、イルミナス王、え、これ何、クイズ、クイズ正解した人が年間パスポートもらえるってこと？イルミナス王になったらイルミナスターという称号をもらえるってこと？え、合ってる？なんかその文章、誰かあのコメントしていただけたら、ちょっと私もちゃんと覚えてなくて、イルミナス王になった方にイルミナスターの称号みたいな、え、なんかそういう文あるらしいですが、初めて言うけど、それパクリじゃない？私のイベントでね、あずき王になった方にあずキング缶バッジを差し上げます。あずき王、あずき王、あずキング缶バッジ、あずき王、あずキング、イルミナス王、イルミナスター、え、待って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 、ちょ、あずき王、あずキング、イルミナス王、イルミナスター、え、ちょっと待って、なんか、え、どう思いますか、裁判所どう思います、これちょっとパクられてる感がちょっとあるわ。うん、ちょっとパクリ感あるね、これは。無礼、無礼ですね、自分も思ってて無礼っすね。あ、去年やってない、忘年が初めてらしい、イルミナス忘年、有罪有罪そういう証拠他のところでもいろいろありそうじゃない？グレー、ホワイト、ブラック、グレーなんかね、ちょっとパクられた感があるけどね、有罪、まずはこれ誰が考えたによりますね、まず誰が考えたのちょっと把握したくて、一般的に使いそうだからセーフ、オフホワイト、まあオフホワイトか、グレーまではないけどオフホワイトか、これは。いやー、星って何、そこまでのオリジナリティかって言うと微妙っすね、うん、クレーム案件だね、社長かな、あー、ならもちろんホワイトです、は
はいはい、もちろんイルミナスター誰が考えたかによりますね、これは。それはそうよ、純白です。社長だった、純白です。もう〇〇王とか〇〇スターって世の中いっぱいあるから、権力には弱いうん、まあね、意外と弱さり上手なマシャリン、いやそれは、うん、誰が考えたによりますね。そのあの台本のさ、作家さんが考えたらちょっと著作権ちょっとね、それはちょっとグレーだけど、それにしても年間感激年パスはかなり豪華だな。どういうこと、え、何の作品でも見に行けるってこと、え、どういうこと、年あ感激年パス、あ寒い、さすが1時間この温度で1時間歩いたのはちょっとやりすぎかな。あと5分10分でお風呂入るわ。マジャに出てる舞台しか見てないから、あずき王クイズより難易度高そう。まあね、でも結局全員あゆずちゃんか、ゆず一番出てるかも、所属タレントよりゆずが一番出てるかな、ゆずか、きよりゆずちゃんのファンの方一番有利かもしれない。さすがに、さすがに、さすがにこの寒い中上がるのは、あ、鼻水出そう。あ、イルミナス舞台のファンの方とかもね。でも私も今年結構出てるのね、落語以外は舞台で4回よ、結構よ。まあ情勢ライブは一応ライブっていうジャンルにしたら、イルミナスの舞台、あの落語とかコメディ抜いて舞台の女性陣出てる舞台全部じゃない？そうでもない？全部じゃない？うん、だから大丈夫よ多分。3月上ステーシーがつないか、5月ノートラ、6月イリス、10月上ステそう、大捨ては出られません。でも忘年会はね、お昼が男性キャストのみ、夜が女性キャストのみで、だから大捨てのクイズ出ないと思うけどな。事務所移籍したのって去年でしたっけ、今年でしたっけ、去年の12月。ちなみに今日ふっと思い出したけど、去年の12月の28日発表されたね。本当は12月入ってからもう所属だけど、発表がちょっと遅くなって28日になったけど、ちょうど忘年会の日だった、丸1年だ。
そうだね、そう、そうですね、一石記念日一石記念日って言うんですか、まあね、一石記念日でございまして、え、イルミナス忘年会来てほしい、かっこ匂わせ、来てほしいです、かっこ匂わせ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 、ちょうど1年ね、2年目に突入がしていえば、忘年会行くために有給取りましたからありがとうございます。何時開演、有給取らないといけないくらいの時間、それとも男性キャストの会から見に行くんですか、全然男性キャスト誰がいるか全然知りません。事務所所属1周年だね、おめでとう、ありがとうございます、めちゃめちゃ充実させていただいた1年でした。それはもはや匂わせてはないのでは、まあとりあえずね、ぜひ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 遊びに来てください。有給取らないとちょっと間に合わない、てかもっと計画的に有給取れって注意されたから取りました計画的に有給取れって注意された、え、私ちょっと申し訳ないんだけど、有給という概念今まで私の世界には存在してなかったからちょっとわからないけど、私のあの有給というシステムね、私が思う有給というシステムね、定期的に休みもらえるで使うで、使わないなら溜まって溜まって溜まっちゃうで、溜まりすぎたら上の人も困っちゃう、だから定期的に使ってねみたいな感じ。有給って そんな感じ合ってる？だって私の世界はね、有給という概念が今まで存在してなかった。はいはい、大体合ってる。お、じゃあちょっと合ってないところある？それか補充した方、なんか補充してください。ちょっとだいたい OK です。年間で何日取れるって権利もらえて、ある一定程度は来年に持ち越せるって感じかな。僕は持ち越せる感じやな。年間の費用で人間こう5日以上消化しないと会社が罰金。そんなバナナ、え、そんな、本当に1時間歩くじゃなかった。可愛いからツッコミとかって頭叩かれたことなさそうなイメージがする。どういうこと？年間5回使わせないといけない。年に1回ももらえる自由に使っていい休みに年使わないと消えちゃう。なるほどね。そんなバナナ久しぶりに聞いた久しぶりに言った。私もあ、シギタンから尊いいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、さすがに寒くなってきたわ。そっか、使わないと会社。じゃあ有給皆さんどれくらい残ってる？え、だってさ、もう28日だよ。残り3日で今年終わっちゃうよ。有給いつ使う？今でしょ。28日カルカルでお待ちしております。お待ちしております。
有給少ない。そっか、会社怒られちゃうか。会社でね、多いから1年ってよ、4月始まり、さあまず終了。1年間4月からってことか。自分は年に20日もらえるけど14日くらいまだ残ってる。あ、じゃあ使っちゃえ、それは使っちゃえ。3月まで使わないと消えちゃう。有給が10日以上は残ってる。じゃあ使っちゃえ、それはね。わあ、もうお風呂に入るわ。さすがに寒くなってきた。来年3月までにマジェの落語あれば使う。あとも2月3月のキャストも発表されたから、いないよ、いないから、いないよ私。うんうん、だから28日つけて。有給消化の煽り。え、28日本当に来てほしい。匂わせ。マーチャリに言われたから使うか。使っちゃえ。まあでもね、本当にちゃんと理由があるの。ちゃんと理由がございまして、来てほしい理由があるんです。2月20日平日だから、そこまでは有給を取っておきたい。あ、1日だけじゃん、1日だけじゃん。2月の20日、1日だけじゃん。忘年があるよ、リアルに。リアルにか。それはまあね、行きたいけど、まあそうだね。うん、言われる。握手会の時も28日押してもって。まあでも来れる方は、来られる方はぜひ有給使っちゃい。うん、うん、ねえ、行きたいけどスケジュールが、まあね、年末だし、来られる方ぜひ。有給について勉強したら、これからマジェにはイベントのために有給取ろうって言いそうだね。まあね。お、28日は仕事を納めだからね。だから使うの躊躇した。じゃあこの読み方わかんない、ごめんなさい。けど普通に使った、すいません。最後のお仕事の最後の日なのに、前日で最後になっちゃった。いやー、あ、ためらった。なるほどね、ありがとうございます。ためらったけど結局ありがとうございます。いやでも本当に嬉しいお知らせがございますので、ぜひ28日ね、楽しみにしてください。寒そうだよ、うん、寒い。もうお風呂入るわ。うん、もうお風呂入るわ。1時間歩いたし。ああ、
ムカつく。ああムカつく。もうああムカつくムカつく、もう本当にムカつく。はい。28日どこですか。ね、カルカルです、渋谷です、めちゃめちゃ渋谷です。あ、燃えるゴミゴミの人からめっちゃ可愛いいただきました、ありがとうございます。うん、体は冷えたけど頭は冷えてなかったね。最後に言ったな、配信で何百人何千人待ってくれてるんだよって。いや、そこまで強く言ってなかったけど、あ、待って、ゾーンさんからクマタワーいただきました、ありがとうございます。あ、待って、 iPad が iPad がリビングに置いてますが、今日書いてほしい、明日でもいい、今日はでもクリスマスだからどうしても今日書いてほしかったら全然コメントで教えてください。あ、まだ今度で、ね、ありがとうございます、優しすぎます、クマちゃんいただきました。あー寒い。うん、ごめんなさい、ありがとうございます、メリークリスマス。昨日の終わってないかい、終わるじゃなかったかい。昨日のあの握手会ね、楽屋でだね、あの待って、鼻水出そう。あの唐揚げ、なんだろう、チキン食べ放題だった。めっちゃめちゃ食べました、めっちゃ食べたの、めっちゃめちゃ食べました、申し訳ないくらい食べました。もう本当にめっちゃめちゃ食べました。そうだね、すいません。たくさん食べました。あれケンタッキーだっけ、フライドチキンめっちゃめちゃ食べました。そう、その前のお寿司もめちゃめちゃ食べました。もうめっちゃ頼んじゃった、本当に美味しい、びっくりするくらい美味しかった。で思ったのね、こんななんか現場ね、これからね、なんか例えばお仕事をしてなんかロケ弁があったとしても、あれお弁当じゃん、こんな自分の食べたいものをね、こんな自由にとってお寿司食べてケンタッキー食べて、これもある意味最後がってなっちゃった。オンラインお話し会はお弁当、まあでもそれも嬉しいね、ありがたい、いつも美味しい、いつも美味しい。あ、そう、回転寿司本当にびっくりした、しかも本当に美味しいやつだった、めっちゃ美味しくて、もう美味しかった。うーん、食べとけ食べとけ。そう、2日間めっちゃめちゃ食べましたよ、本当に申し訳ないくらいめっちゃめちゃ食べました。お持ち帰りのメンバーもいた、お寿司、いや、そうだね、ファン側には回転寿司で欲しかった。本当にめっちゃ美味しかった。なんいつぶりのお寿司だの全然覚えてない、最後お寿司食べたのが全然覚えてないから、本当に覚えてない、めっちゃめちゃ美味しかった、最高だった、ふわー食べ放題だった。そう、サンダさんは来なかった
みたいだけど、美味しいものたくさん食べれてよかった、食べれてよかったね、うん、もう2日間めちゃめちゃ食べました。ふわあお風呂に入るわ。寒いあお風呂に入ります。ではあプリンも食べました。もう最後にね、締めね、なんかねプリンはなんか数量限定って言われて、いやー数量ってどれくらい数量なのか知らないんですけど、申し訳ないけど一つください、一つプリンくださいって、ごめんなさい、終わります。もうマチャリにあるあるですけど、終わるは終わる先ずっと言ってるよね。はい配信終わります、はい配信終わります、はい配信終わりますって言いつつずっと喋ってるっていう、終わる終わる先終わります。はい、ではランキング読みたいと思います。13位からいきます。13位はミッチーさんです。12位はヤピーさんです。11位はロックさんです。10位はサンロタさんです。9位はオフジーさんです。8位はリニアさんです。7位はシフさんです。6位はケイケイさんです。ありがとうございます。本当に鼻水です今の暑いわ。もう本当にお風呂入ったら大丈夫です。私すぐ治るのでもうはい、では続きまして5位はワイムズさんです。この冬は正月休みなしです。ちくちゃわ、正月休みなしってことは31日あたりもありますんで、もう発表されたと思うので私もあるんですけど、1日もお仕事あるってことですか。もうそのまんまプーって感じ。じゃあ28日有給使えるかな。ぜひ来られる方、ぜひカルカルで。では続きまして4位はサトルさんです。ありがとうございます。3位は燃えるゴミゴミな人です。昨日初めて身近で生マチャリン見れたんだけど可愛かったです。おしゃれで褒められた。そして研究生の悪女、あ待ってあなた燃えるゴミゴミな人だった。あら待って、あ待って顔は覚えてないけど申し訳ないけどあらなんかね、ショールームから私のこと知ってくださったり、ショールームから預金になってくださった方ね、まだね顔と名前一致してない方が多かった。昨日初めましてだったよね。あらだから申し訳ないけどちょっとまだ名前と顔一致してない方がいらっしゃるっていうか、昨日初めましてと思うんですけど、うん、でもねこれからもね、まあ AKB は卒業するけど、また会いに来てくださいショールームでこんなにね見てくださってるし、ぜひぜひまた生マチャリン会いに来てくださいはいはい、では続きまして、わあお風呂に入るわ寒い。2位はしきたんです。メリークリ、あそうか今日はクリスマスか、メリークリスマス。私も今日はめっちゃお仕事でした。あったまってくださいね。あったまろうね寒い。最後1位はいとモンさんです。ありがとうございます。たわもありがとうございました。
クマタワーいただきました。すいません今 iPad 持ってなくて申し訳ないんだけど、本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。ふわ、では寒くてお風呂に入るわ。あ、フォーさんからありがとういただきました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ふわ、寒さに耐えて除菌を、いやもう除菌なんで、もうそのままお風呂に入るので除菌はしなくても大丈夫です。はい、では皆さん今日ありがとうございました。また明日配信します。また明日ね、おやすみなさい。最後宣伝させてください。28日のイルミナス忘年会ぜひ遊びに来てください。チケット発売中です。町屋のリットリンクから情報載せてるので、ぜひリットリンクタップしていただいて、ねタップしていただけたらいろんな情報を、あ、寒いがあるのでぜひ見てください。マチャリの SNS、X、Instagram、YouTube、TikTok、 あ、TikTok 2日間連続投稿したので、ぜひぜひぜひフォローしていいねとコメントお待ちしております。ではお風呂に入ります。寒い。では皆さんおやすみなさい。バイバイ。暖かくします。